イリサールはスペインバスク州ギプスコア県オルマイステギに本社を置く大型バス車両製造企業。1889年に設立され、かつてはモンドラゴン共同組合企業の一部だった。1889年設立。1962年にモンドラゴン共同組合企業の一員となった。大型バス車両製造の分野では、 スペイン国内で40%のシェアを有しており、スペイン最大手、ヨーロッパ第2位の大型バス製造企業である。イリサールが製造したバス車両は、世界65カ国に輸出されている。本教奥スペインバスク州以外では、天津市、スコイラ、ボトゥカトゥ、ケレタロ、センチュリオン、タミルナード州に生産拠点があり、イリサール単独では、年間約1 0 0 0台。 イリサールグループ全体では年間3000台以上を製造している。関連企業のイスパコールドは大型バス用のエアコンを製造しており、マサッツはバス、大型バスの扉やタラップなどを製造している。主に大型トラックを製造するスウェーデンのスカニアと密接な関係にあり、アイオンの車体はスカニアとの共同設計である。イリサールの車体はイリスバス、ボルボ、 メルセデス・ベンツなど他社車両のプラットフォームにも見ることができる。1986年から1993年にかけてランボルギーニ社のオフロード 4WD であるランボルギーニ l m 0 0 2の車体製造や内装を手掛けていた。イリサール社の工場で完成した車体は3、アガタ・ボロネーゼにあるランボルギーニ社の工場に送られ、車体や エンジンなどが据え付けられた。日本の前川製作所などと同様に、職務ヒエラルキーがなく、賃金格差が1対3の中に収められている。ありがとうございます。